エリカ・サルミアエは、エストニア・パルヌ出身の元女子自転車競技選手。1988年ソウルオリンピックでは、ソビエト連邦の代表選手として、1992年バルセロナオリンピックでは、エストニア代表選手として、いずれも個人スプリントで金メダルを獲得した。サルミアエが頭角を現した当初は、アメリカ合衆国のコニー・パラスケビンが、個人スプリント種目の代表格的選手であったが、スピードスケートの短距離選手で、1984年、サラエボオリンピック500メートル金メダリストである、旧東ドイツのクリスタ・ローテンブルガーが、自転車競技にも注力をするようになるや、その後事実上の三強時代となった。1984年、1986年の世界自転車選手権ではそれぞれパラスケビン、ローテンブルガーに次いで2位だったが、1987年の同大会において、決勝でローテンブルガーを破って、悲願の初優勝。翌、1988年のソウルオリンピックでも、事実上の3強対決となったが、決勝で対決したクリスタ・ルディンクと1-1で迎えた3本目において、ゴール寸前で逃げるルディンクを捉えてかわし、オリンピック女子個人スプリント種目初代優勝者の座についた。翌1989年の世界選手権でも優勝を果たしたものの、その後発生することになるソビエト連邦の崩壊の影響もあって一時現役を退く形となってしまった。1991年にエストニアが独立回復を果たすと、サルミア A はエストニア国籍選手として、翌1992年開催のバルセロナオリンピック個人スプリントに出場し、ドイツのアネット・ノイマンを破って同種目連覇を達成した。1996年アトランタオリンピックでも個人スプリントに出場したが6位となり、このレースを最後に現役を引退した。なお、エストニア最優秀選手賞を9回受賞したほか、15回の200メートルフライングタイムトライアル世界最高記録も樹立した。2013年11月4日、腰の手術に必要な医療費の捻出のため、上記に大会で獲得したオリンピックの金メダルを競売にかけ、約5万ポンドで売却した。ありがとうございます。